卓球全日本選手兼代後日2024年1月26日東京体育館パリ五輪シングルス代表争いが決着した写真会見で涙を流す伊藤美誠21年東京五輪銅メダリストの伊藤美誠スターツは初戦の4回戦は野村萌え伝奏を435回戦も出沢強化先代をフルゲームで下したものの6回戦で木村架純 トップを止めピンポンズ名古屋にフルゲームの末に敗れシングルスでの五輪切符を逃した試合後は号泣した五輪シングルス代表はすでに先行ポイントでダントツの早田ひな日本生命が確実としており2枠目を伊藤と平野美宇木下グループが争う中今大会を迎えていた伊藤は平野に345ポイント差をつけられ 逆転するには8強以上かつ平野より2勝以上平野が決勝に進まないという条件を満たす必要があったがまさかの6回戦敗退早田に続いて平野がシングルスの代表に決まった団体戦要員は早田平野とダブルスが組め団体のシングルスダブルスで活躍が期待できる選手を強化本部が決定2月5日に発表されるが 伊藤が選出される可能性は十分にある。